しい方々と人間関係というのをしっかり。概略としましては、米国での完成車の生産合弁会社の設立、電気自動車の共同技術開発、いかに多く、たくさん作り、多くのお客様にご支持を得るかという競争だったのに加えて、今後やはりAI とか自動運転とかですね、また各種環境車に対してのその備え、そして新興国を中心に新しいライバルとの戦い、